国際中央交通、熊谷営業所。熊谷営業所とは、国際中央交通の営業所である。本社に併設されている。埼玉県熊谷市新島263番地1、新島社庫労働組合、熊谷駅選定危険発売所、熊谷駅前立体駐車場、熊谷駅正面口ロータリーバスプール、国際バス待機場、 小川町駅前待機場、東松山駅前待機場、バスに関しては、2016年現在、62台、伊須津自動車制25台、日野自動車制37台が在籍している。内訳は、乗り合い車が53台、伊須津18、日野35、高速車が4台、伊須津3、日野1、貸切車が5台、伊須津4、日野1。タクシー車両は、 末期には8台在籍していた。東部バスからの移管直後、旧東部バスからの移管車全廃後から、新車大型車導入まで。以前は、国際ハイヤー時代に吸収合併した旧、両毛観光バスが所有していた、東部グループ共通デザインの大型観光バス車両の一部が、東営業所にも在籍していたが、廃車、グループ上と等が行われ、貸切車を一切所有していない時期があった。 現在でも大型観光バスは所有していない。ただし、そのまま乗り合い車両の一部を貸し切りに登録変更した上で、企業輸送などに使用していた、現在でも一部あり。2014年に自家用、送迎仕様の大型、エルガが2台新車導入されている。デザインは、一般路線車と同じ、朝日グループ共通。立正大学の学バス、品川キャンパス。 熊谷キャンパスシャトルバス専属で専用デザインの日のリエッセ 2SDGXZB50M が導入されている。学バス台車と一般貸し切りを兼ねて一般カラーの日のリエッセ2も2017年に導入している。2019年には中型の観光バス日のメルファロイヤルサルーンを導入した車体にはなぜか高速バスを意味するエクスプレスが記載されている。 一般乗り合い路線には、系統番号が2019年6月頃より割り振られた RU01 熊谷駅南口森林公園駅など、かつて東武バス熊谷営業所時代には別の系統番号を、森芸山熊谷駅森林公園駅などが割り振られており、国際ハイヤー愛幹事には完全継承されたが、国際ハイヤーから国際中央交通への移行期を経て、 行き先表示器が幕式から LED 式へ順次置き換えられた際、LED 式では東部系統番号を省略しており、置き換え完了に伴い、東部時代の系統番号はすでに完全消滅している旧系統番号については、国際ハイヤーバスの運行路線、または東部バス熊谷営業所担当路線を参照。なお、熊谷駅、森林公園駅、加原駅、 深谷駅は各駅の北口ロータリー、東松山駅は同駅の東口公共用ロータリーが発着地である。また、熊谷駅、東松山駅、森林公園駅は発着するバス路線が多いため、発車時は複数ある番号付きの乗り場に分かれており、系統番号は熊谷駅の乗り場単位で割り振られている、降車場は共通。東松山駅は 現行全路線2番乗り場、森林公園駅は現行全路線1番乗り場である。なお、熊谷駅南口には番号は割り振られていないが、路線バス、高速バス、コミュニティバス、それぞれ別々の乗り場である。一般乗り合い路線に関しては、現在の系統番号順に掲載する。系統番号は熊谷駅の乗り場単位で割り振られている。熊谷駅北口、 正面口一番のリバ発路線群。ケム一で始まる、系統番号は、大きく分けて2方面に向けて運行されている。南東方面。国道407号を経由して、熊谷市中心部と、道市大里地区西部、東松山市を結ぶ路線で、早朝夜間に、区間便が設定されている。南西方面。県道熊谷大川秩父線を経由して、 熊谷市中心部と、同志港南地区や、小川町を結ぶ路線。県立循環期呼吸器病センターを経由する系統や、同センター折り返しの系統がある。熊谷駅北口、正面口2番乗り場発路線群。ケム2で始まる、系統番号も、ケム1と同様に大きく分けて2方面に向けて、運行されている。北東方面。県道熊谷羽生線。 旧道、県道北河原熊谷野線を経由して、熊谷市中心部と、熊谷スポーツ文化公園及び、行田市南河原地区を結ぶ路線。区間便の設定はない。北西方面、国道17号、旧中線道を経由して、熊谷市中心部と新島車庫、熊谷営業所、同志かご原地区や深谷市を結ぶ、路線群。以下全系統を同じ経路の区間便に相当する。 熊谷駅北口、正面口3番乗り場発路線群。ケム3で始まる、系統番号は、基本的に、県道熊谷立林市線、ラグビーロード、元埼玉白通りを北上する路線となっている。ラグビーロードを経由して、熊谷市中心部と県営、熊谷スポーツ文化公園、熊谷市北西部を結ぶ、路線群。立所大学、立所ユニバーシティ、 熊谷キャンパス発着路線群、熊谷駅、南口乗り場発着、南部方面、熊谷東松山道路、県道時川熊谷線、県道深谷東松山線を経由して、熊谷駅南口と立正大学熊谷キャンパス、国営武蔵川丘両森林公園や、滑川町を結ぶ路線。熊谷市内循環悠々バスのうち、以下3路線を担当。 国際ハイヤー時代は国際ハイヤー廃止路線を参照のこと。路線廃止、経路変更、経路廃止、運行撤退、遺憾路線、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。